はい、どうも、はじまきよしろです。いや、ちょっと一回外行ってきてね。いや、いろいろ買った。買ってないね。三つし、ライフガード2本と、ハイチュウ。なんか赤ぶどう、カベルネっていうね。やつだけ買って。疲れた。俺1年半ぶりに自転車こいでさ。で、買っちゃうもんがこれっていうね。ハイチュウうめ。ちょっとどうしても甘いもんが食べたくて、もう外出てった。自転車もね、大変だった。久しぶりだからもう。もう俺運動不足の頂点にいる生物だからさ。すごいよ。みんな見習え。反面教師ってことね。あ、うまい。味わかんねえ。マジで疲れた。足ガタガタ。小鹿ちゃんだよ、小鹿ちゃん足が。新スタイル、これでやってみたけど、あんま良くないな。ってこと？その報告？まあ、今日はね、ドキュメンタル見たんだよ、アマゾンの。面白かった。面白かった。俺怠けすぎなんだよな。ちょっとチョーキング一撃チョイッ。最近なんか動画のね、話すことがねえんだ。だからごめんみんな。だから投稿頻度は多分下がる。まあ、なんか最近ギターはね、なんとなくやってる。でそのギターってかっこいいじゃん、響きは。できないですよとか言って意外にできたりするのムカつくじゃん。俺本当にできないっていうね。本当にできないって。よく言うじゃん、そんなできないですけどねとか言ってできるやつ言うじゃん。あ、本当うぜえよな。あ、まちょっとならできますけど、みたいな。そのなんか表現とさ、実行。表現、比喩と現実があってねっていうかさ、その口とやってることが違えのよな。本当にできないです。で、本当にできないってちょっとできるんでしょって、本当にできない。最近やっとね、ギター買ってもう、何日だ？ 1 年くらい経つのかな？ 9 ヶ月くらい経つで、やっと、初心者がやる、ね、動画があんの。ギター初心者の動画見始めましたからね。やべえなと思って。で、それで初めてなんか、Eマイナーってものを知ってね、なんかよくわかんなかったっすけど、ギター難しいって話だな。まあ、最近メンタリスト DAIGO さんの有料会員になってね、動画見てるんですけど、まあその中について俺は話さないけど、なんか自分がすごく集中できるものってなんだろうなって改めて考えたんですよ。なんだろうね、俺が。でも喋ることはやっぱ好きなんだけどさ、なんか最近喋らないよね。まあいいかなと思って、喋りたい時に喋るか、すごいくしゃくしゃわざと食ってんだけど。鼻詰まりすぎてライフガードの味がわからなくなりました。
やばいな、鼻詰まるな。それ寒いからだな。なんか最近ね、コンビニあんまり存在したくなくて、行ったはいいものの、俺が買いたかったもんはこんなんじゃねえだろみたいになるんですよ。いや、寝てろみたいなね。俺が今までやったことはこんなことじゃねえだろうみたいなね。うんって今よだれ出ちゃったけど。ほんとそんな感じでさ。くちゃくちゃ食うわ。あ、でも疲れた。うん、一つ言えることはね、自転車ダメ、ほんとに。なんかもう、やばいわ。まあ、それだけ。でも、自転車すぐにね、体感すぐだった。うん、コンビニまで。だからね、前自転車最高だと思う。でも、で、帰ってきて、空気入れようとしたわけ。そしたら、なんかもう1年半も、自転車の周辺機器も触ってなくて、まあ、外にほっぽり出してたわけよ。そしたらさ、シュポシュポくんがさ、錆びてんの。シュポシュポくんが錆びてんだよ。やべえなって思って。これが時の流れかって思って、本当にびっくりした。あー、なんかね、まとも人間になってるけど、まあ許して。うん。まあチャージします、また。うん。はい。